嫌よ、嫌よ。私はスバルトエリアを攻略した英雄になるの。最後の勝利を見せつけて、これからもみんなのアイドルとして、女神として実験を続けるのよ。ラグナロクパストラルを歌い続けるの。セブン。そうだわ。あなたたちが SAO を生き抜いたプレイヤーだというなら、あなたたちを倒せば私はさらなる英雄として高みに登ることができる。だからキリト君にレイン、もう一度戦いましょう。絶対に、絶対に勝ってみせ。キリト君、セブンの様子が何かおかしいよ。これはなんだ。私は絶対に負けない。私は絶対にいつまでもみんなに認められる存在であり続けるのよ。クラウドブレインの意識が私に。どういうことだ。セブンにこんなスキルがあったのか。一度にたくさんの OSS を引き継ぎすぎて、プレイヤーアバターがデータ型になってしまったのかも。キリト君、これで終わらせてあげる。キリト君、ごめんね。最後の最後までうちのことで迷惑かけて。俺たちのスバルトエリアのラスボスはこいつってことにさせてもらおう。チャルト君のラスボスを倒し、報酬を受け取ってやる。そうだね、これが最後の戦いだね。よし、行くぞ。うん、ここからが勝負だ。キリト君、キリト君、体力を気をつけて。
この子に戦う力は残っていないの。今はダダをこねてるだけ。あとは私がきっちり決着をつけるから。セブン、私の言葉聞こえてる？私にはこんなことをあんたに言う資格はないかもしれない。でもはっきり言わなきゃ伝わらないから。なかなかやるわね、アスタさん。助かったよ。今がチャンスです。この程度かすり傷だぜ。頑張って。セブン、あんたは自分の置かれている状況に気づいてない。自分を大人に見せて勝手に正当化しているばかりかと思ったけど、そうやってちゃんと子供みたいに泣けるんじゃん。大人たちに囲まれて、世間に担がれて、話題の的にされて、振り回されてるうちに乗った波から降りられなくなってただけなんだよね。ほら、無理しないでお姉さんの胸でお泣き。しばらく貸してあげるから。俺が心配することなんて何もなかったんじゃないか。やっぱり姉妹だね。語り合う必要なんて最初からなかったんだね。うん、そうだね。本当によかった。ああ、私にも優しいお姉さんがいてくれればよかったのにな。 おいおい、そりゃないだろ。まあ、これで一件落着ってやつ。この映像を見てるクラスタやシャムロックにはわけわかんないだろうけどね。実験結果はどうなるのかな。途中からカオス展開になっちゃったよね。高まった感情もしらけちゃってるだろうし、
おそらくは失敗じゃないかな。はい、今ちょうど ALU 各所の映像をいろいろと見て回ってますが、騒然としてますね。シャムロックの人たち、クラスタの人たち、みんなあっけに取られてます。あらあら、ユイ、管理者側のカメラ映像を無断で閲覧？それってナビゲーションピクシーとしては越権行為じゃないの？私としたことが。前に私のことあんなに批判してたのに、ユイってばひどい。でもこれでさ、七色博士の高尚な実験は失敗ってことだよね。私たちのせいでさ。大丈夫です、実験はきっとすぐにちゃんとした形でやれますよ。あの子ならすぐにまた立ち上がれると思います。ああ、そうだな。 HP がつき、光のかけらとなって消えていくセブンの体、それをいつまでもレインは抱きしめ続けていた。